ここからクイックステップモードだよ。障害物を左右移動で避けてね。グラインドにアクセスすると、グラインド走行で移動できるよ。この時に左右移動すると、 レールを乗り換えることができるよ。ジャンプボタンを軽く押してすぐ離すとショートジャンプだよ。ジャンプボタンを長く押すとスピンアタックをするよ。普通のジャンプより高くジャンプできるんだ。ジャンプしている時にもう一度ジャンプボタンを押すと二段ジャンプだよ。ジャンプしている時にしゃがむボタンを押すとストンピングアタックだよ。ブーストゲージがある時にジャンプしてブーストボタンを押すとエアブースト。ゲージがない時だとジャンプダッシュだよ。ジャンプしてロックオンカーソルが出ている時に ジャンプボタンを押すとホーミングアタックだよ。ここは三角飛びを使って進むみたいだね。壁にジャンプするとしがみつくから飛びたい方を押しながらジャンプだよ。走りながらしゃがむボタンを押すとスライディングだよ。狭い隙間を通りたい時に使うといいよ。ブーストボタンを押すことでブーストができるよ。ブーストは画面左下のゲージがないと使えないからね。急な曲がり道はドリフト操作をすると 曲がりながら走れるよ。ダイビング中でも動くことはできるから油断しないでね。カラーウィスプを持っている時にカラーズチェンジするとカラーズパワーアクションができるよ。シアンウィスプを持っている時カラーズチェンジすると高速移動するシアンレーザーになるよ。イエローウィスプを持っていて掘れるところでカラーズチェンジすると土の中を走るイエロードリルになるよ。イエローウィスプを持っていて 水の中でカラーズチェンジすると水中を自由に泳ぐイエロードリルになるよ。オレンジウィスプを持っているときカラーズチェンジすると超大ジャンプができるオレンジロケットになるよ。ピンクウィスプを持っているときカラーズチェンジすると天井や壁を走れるピンクスパイクになるよ。改造されたウィスプを持っているときカラーズチェンジすると暴走した力を持つパープルフレンジーになるよ。グリーンウィスプを持っているときカラーズチェンジすると空を飛ぶグリーンホバーだよ。 リングそばでは早く飛べるんだ。ブルーウィスプを持っていて、カラーズチェンジすると、ブルーアイテムを変化させる、ブルーキューブになるよ。このボードにアクセスすると、トリックジャンプができるよ。空中でジャンプを決めると、飛距離を伸ばすことができるんだ。この箱は押すことができるんだ。押すときに、ブーストボタンを押すと。 蹴ることができるよ。ここはホーミングアタックを使って渡るところだね。ロックオンカーソルを確認してからジャンプボタンだよ。ここはジャンプダッシュかエアブーストを使うと渡ることができるね。ジャンプ中にブーストボタンだよ。ここは2段ジャンプをしながら慎重に進んでね。2段ジャンプはジャンプ中にもう一度ジャンプボタンだよ。ここはストンピングアタックで 足場を壊して進むんだよ。しゃがむボタンを押しっぱなしだと連続で壊すことができるよ。ここは三角飛びを使って登るところだね。三角飛びを繰り返すと高いところまで登れるよ。ここはスライディングで通ることができるよ。ブーストを使うと 水の上で落ちないで走れるよ。ここから先はドリフトを使うとスムーズに走れるよ。ここはブーストで敵を弾き飛ばしながら走れるよ。ここはイエロードリルで潜れる場所だね。ここはイエロードリルを使うとだいぶ楽に移動できるね。ここはブルーキューブを使って道を探さないとね。ここは手前にあった箱を持ってきて足場にしないとね。エッグマンのメカを壊すと ウィスプたちを助けられるよ。この先は足場がないからジャンプダッシュだよ。この先敵が多いみたいだからブーストだよ。ここは慎重に走った方がいいよ。向こうにも飛び移れそうだよ。ここは直進だよ。この辺りに何かあるかもしれないね。調べてみようよ。この先ブレーキをかけないと危ないよ。ここからジャンプすれば届くんじゃないかな。このチェックポイントを通過するとミスした時にこの場所から再開できるよ。このブロックを何とかしないと 通れないみたいだね。何か方法があるとは思うんだけど。リングを一枚でも持っていると、ダメージを受けた時、ミスにならないよ。このカプセルを壊すと、ウィスプたちを助けられるよ。この子はホワイトウィスプ。ブーストの能力を持ってるんだ。この子たちを助けると、 ブーーストゲージが溜まっていくんだ。この子はシアンウィスプ、シアンレーザーを発動するための能力を持っているよ。この子はイエローウィスプ、イエロードリルを発動するための能力を持っているよ。この子はピンクウィスプ、ピンクスパイクを発動するための能力を持っているよ。この子はオレンジウィスプ、オレンジロケットを発動するための能力を持っているよ。この子はエックマンに改造されたウィスプなんだ。この子の力はとても凶暴だけど、すごい力を持ってるんだ。この子はグリーンウィスプ、グリーンホバーを発動するための能力を持っているよ。この 過去はブルーウィスプブルーキューブを発動するための能力を持っているよスペシャルリングを集めるとゲームランドで遊べるステージが増えるよファンの上は風の勢いで体が浮いちゃうよ浮いていても移動はできるからね 届かないところもこれで届くね。壊れるものは壊してみるといいよ。中にリングやワンナップアイテムなんかが隠されているかもしれないしね。このアイテムはチャレンジ回数を1回増やすことができるよ。このプリズムはシアンレーザーを使ってアクセスすると反射して移動することができるよ。このケーブル入り口は シアンレーザーを使ってアクセスすると地面の中のケーブル内を高速移動できるよこのリングはブルーリングブルーキューブを使うとブルーブロックにチェンジするよこのブロックは ブルーブロック、ブルーキューブを使うとブルーリングへチェンジするよ。このブロックはカラーズ状態でアクセスすると壊すことができるよ。水の中では呼吸ができないから息継ぎをしないといけないけど、この泡を使えば水の中でも息継ぎできるからね。このブロックはアタックすると一瞬消えちゃうけど、一定時間で復活するよ。 上手に使ってみてね。二人で同時にカラーズチェンジさせると合体カラーズが発動するよ。アシストボタンを押すとアシストモードになるよ。このモードはスピン状態で友達に連れて行ってもらえるんだ。アシストボタンを押すとアシストチェンジをするよ。アシストチェンジはもう一人のバーチャルヘッジホックと交代だよ。友達に置いてけぼりにされて画面から消えちゃうって時はパンストライクだよ。この技で画面から消えちゃうのを防げるんだ。もしもし、ソニック聞こえる 僕がナビゲートするから安心してねこのボスは中央の顔が弱点だよ周りを回転しているゴンドラを足場に弱点を狙ってねこの船をなんとかしないとボスの本体が出てこないよ奥にスイッチがあるから それを壊して船の機能を止めるんだ。ボス本体が現れたら、ここからが本当の勝負だよ。ボス本体の動きに焦らずに攻撃してね。この宇宙船は、とにかく追いかけて攻撃するしかないよ。相手もマシンガンで攻撃してくるから、注意してね。このボスは、中央の顔が弱点だよ。周りを回転しているカップを足場にして、弱点を狙うんだ。この潜水艦を何とかしないと、 ボスの本体が出てこないよ。奥にスイッチがあるから、それを壊して、船の機能を止めるんだ。ボス本体が現れたら、ここからが本当の勝負だよ。ボス本体の動きに焦らずに攻撃してね。この宇宙船は追いかけて攻撃するしかないんだけど、ワープして消えることがあるんだ。突然消えても焦らないでね。